皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。毎回素敵なアーティストによる音楽とトークをお届けしておりますけれども、本当に今回も素敵なアコースティックなサウンドをお聞きいただきました。今日のゲストは中村ジョーさんに来ていただいております。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。ちょうど1年前ですよね。そうですね。夏のキャンプで、はい、はいはい、お会いしました。あの一緒の部屋で、そうですね、はい、過ごさせていただいて、はい、いろいろその時にお話ししたのを今思い出したんですけれども、はい、はい、ジョーさんは逃れの町ミニストリーという、はい、ミニストリーをしているということで、はい、早速こういう素敵な CD が、はい、1曲目で演奏された、十字架の影にっていうインストゥルメンタルがこの CD に入っています。はい、こうデボーションを、はい、ぜひ若い人たちにも生活の中でしていただきたいということをすごく示されていて、はい、聖書を聞くときに読むときに、こうバックミュージック的にいい、ね、こう流せる、はい、ものを作りたいと思ってアメリカの大学に行ってるときに約30曲ぐらいインストの曲を作ってきたんですよ。あ、そうなんですか。それを日本に帰ってきてから、こうボリューム1、2、3、4と続けて、はい、まあ、これから出していきたいなという思いがあって、これが1年ちょっと前に出た、ボリューム1、1作目ですね。で今ちょうど2作目を、そうですか、はい、やっているところです。いや、本当に僕はピアノの方なので、ギターの音色っていうのはなんか憧れなんですね。なんか本当にいやなんか癒されるというかね、そうですね、ハープのようなね、なんかね、癒しのアコースティックサウンドでね、そうですね、なんかいいですね。ね、はいはい。あまりこうなんかね、なんて言うんでしょう、聞きちゃうものって多いじゃないですか。そうですね、インストの CD でもね、はい、でもあと BGM にするとちょっとうるさいかなっていうか。そうですよね、はい、そういうなんでこう真ん中の音をあえてこう消していただいて、中の音響っていう素晴らしいいつも助け人がいるんですけど、はい、その音響の人に本当こだわってこだわって作らさせていただきます。そうですか。いや本当にぜひ皆さんにもこの CD をね聞いていただいて、はい、デボーションです ね、 そうですね、聖書を読んで、はい、神様に祈るときに使ってほしいということで、はい、そうです、はい、よろしくお願いします。先ほどアメリカにいらっしゃったってことなんですけれども、はい、はい、どれぐらい前に、随分、2005年の、はい、スッと関東という青年大会で、神様から召しを受けて逃れの町ミニストリーものというものを始めたんですよね。その時に召しを受けて、はい、そうですね。それからもう一度しっかり学び直したいということで、はい、アメリカの方に2006年から、9年まで、行きまして、はい、それでもうね3年ぐらい前に帰ってきたことになります。はい、で帰ってきた後からはこの逃れの町ミニストリーというのは具体的にどういうことをされているんですか。ね、それが一番難しいもので、本当に、そのスト関東の、大会の、一つの分科会が小さな命を守る会の分科会があって、それにこう参加した時に初めて辻岡先生とお会いして、先生の口から、日本でどのようにこう中絶 の、うん、状況があるのかということを聞いたんですね。はい、少なく見積もっても1日に、何人だったかな、何人だったかな、だいたい14秒に1人。え、そんなですか。だからね、そんなものすごい数になるんですよね。でもそれ例えば闇中絶とか、はいはい、ね、裏でするものもあるっていうので、もっと本当実情はね、ものすごく多いだろうということで、先生が1年間中絶のそのね、ものをやめたらもう日本のね少子化問題はすぐ解決するっていうふうに
先生がおっしゃってた、ね、本当にそこにすごく私たちは一人目 の、 子供が、ね、生まれたばかりだったので、うんうん、すごい悲しみ痛みを感じて、でも先生がそのね小さな命与えられている私たちの命は本当に神様から来るものだということを若い人たちに伝えたいということをね、はい、言われていて、ね、本当に私たちには何 の、 ね、能力も賜物もないんですけど、ただただもう主の前にこの砕かれたもうボロボロの私と妻を二人して私たちを使わせてくださいということをね、ちょうどそのスト関東 の、 主題歌みたいなのがセンドミーだったんですよね、まあ、それで本当に私たちを使わせてくださいという祈りを二人でして、それで要は若い人たちのね性の悩みというかこう日本のこの実情というかね、はい、そこにあるこう問題というものをしっかりとフォーカスを、ね、当てて働きをしていこうということで、まあ、痛みに寄り添う働きというか、うん、共に泣き共に十字架のもとに、行きたいですという働きをしている。素晴らしいですね。で次の曲は木村さんもジャンベで、そうですね、入ってくださるということなんですけど、はい、曲の紹介をしていただけますか。はい、私には恩師が2人いて、ええ、1人はアメリカで出会った恩師なんですけど、まあ、18の時にもうね日本にいたら私はもう死ぬことしか考えられなくてアメリカに逃げて家出をしたんですけど、本当に無鉄砲な私をアメリカで拾ってくれた先生が一人いて、あと日本に帰ってきてから通ってた教会の先生に、そういうねなんか金髪のモヒカンな、ね、夏でもライダースとか来ちゃって、はい、ツンツンしてる私を受け入れて、イエス様の愛を伝えてくださった先生がいるんですけど、東京フリーメソジスト小金井教会の羽賀先生っていうんですけど、先生がお亡くなりになったんですけどね、その時に本当に先生のことを思って書いた曲なんですけど、先生がいつもイエス様の愛、うん、私たちの思いよりも本当に大きな大きな大きなものなんだっていうことを言っていて、一粒の麦がね血に落ちて死ななければっていう、その聖句は先生の生涯の多分聖句だと思うんですけど、うん、一粒の麦っていうねその歌を、はい、それでは、一粒の麦どうぞお聴きください。種が実り愛を
育むため、キリストの十字架が永遠の命に至る道、私の涙のもとに新しい希望を示された。キリストが十字架で命を捨てられた。私が愛を受けて再び立ち上がるため、キリストが十字架で命を捨てられた。何もない荒れ地に咲くこの世の愛となるために、皆さんどうもこんにちは、ハレルヤ。本当に、罪深い自分の中には喜びもないようなものです。でも神様が私たちを愛し、神様が私たちに光を照らしてくれている、その喜びを、希望として、それは本当にイエス・キリストの十字架を通してのみ私たちに届く愛です。ずいぶん前になるんですけど、ミクシーで結婚するならこんな人がいいという条件ランキングみたいなのがあって、男性も女性も同じだったんですけど、何だと思いますか、ね、価値観が合うっていうのが、ほとんどもう 100% に近い、皆さんの答えでした。ああそうかと一瞬騙されそうになったんですけど、よくよくよく考えてみたら、好きな人は好きだけど嫌いな人は嫌いっていうことですよね。価値観が合う人しか愛せないっていうことじゃないですか。適当な愛が今流行ってるってね、いつもいつも電話が来たら重苦しい、そんな人はもう嫌だみたいな、欲しい時だけ電話をよこして一緒にいたい時だけ一緒にいるっていうね、そんな世の中に皆さんなってきました。もしかしてそういう世の中にね、僕らも生きてるから、知らず知らずのうちにイエス様の命を懸けた、ね、その愛を小さく小さく、もしかしたら私の小さな願いが叶うためだけの愛や自己実現のための愛にしてしまったり、ね、私がではなくてイエス・キリストが私たちを一人一人を愛してくださる、そこに希望があることを、思います。先ほど小さな命を守る会のね、辻岡先生のお話を少し触れさせていただきました。本当に中絶の問題が大きな日本に今います。よく20代のね、10代20代が中絶が多いって言うんですけど、本当は30代が一番多いんですね。その理由は何だと思いますか？生活水準が下がる、
それが嫌だから中絶をするっていう理由が一番断トツなんですよね。一人一人が高価で尊いっていうことを本当に私たちはイエス・キリストの血潮によって贖われたものとして知り、深く知り、自分の枠を超えて知り、それを伝えていけたらなと思います。小さな命を守る会の、軽井沢のキャンペーンの時に、与えられた歌です。光に照らされてという、歌を与えられました。この中に出てくる歌詞のほとんどは辻岡先生の口癖です。ぜひ、聞いてください。光に照らされてだ、キリストの愛が私を包み込む喜びを感謝しよう。私
けてくださる主イエスの愛で変えられるよ。愛を育むものとして私は行きます。泣く者と共に涙を流す優しいイエス様が私といつまでも共にいてくださる永遠の愛として、この小さな命に本当ありがとうございました。いいえ、ありがとうございました。本当熱唱して、あの心に響きました。いいえ、本当に神様に対する愛と、またそれを伝えたいっていう気持ちが、うん、はい、なんか本当にもうエネルギーを注ぎ込んで、はい、もう大丈夫ですか？大丈夫です。いつもこんな感じボロボロですね。そうですか。いや、あの今まで活動、CD を出したりっていう活動されていて、はい、そして今後のなんかビジョンみたいなのってありますか？ね、震災のね、うん、後、本当に、私たちは痛みに寄り添うということを、の大切さを本当にそれぞれ一人一人が、うん、深く心にね、気づかされた部分があると思うんですけど、それを邪魔する真実のない価値観リストっていうのをアメリカから帰ってきてからずっと作ってるんですよ。あ、そうなんですか。日本の、はい、どういったものですか？一つだけ、はい、あんまりあれ僕ね、できることから始めようって言うけれども、はい、できることをするのは愛じゃないですよね。イエス・キリストのね、生涯を見たら私たちはその愛はそこには見出さないし、自分のために優しい言葉をかけたり、自己実現のために何かをこうするっていうこと、うん、すごく気をつけなきゃ、賛美をするものとして気をつけなきゃいけないと思っているのは、うん、どう言っていいかね、分かんないけど、賛美は人を励ますためにはない。賛美は神様を神様とするためにあるもので、そこに十字架を見出すから、そこに希望があるんですよね。僕らはね、皆さん多分そうだと思うんだけど、私もね、友人たちと一緒に遠くに行った時に何にもできないね、自分を見つけて呆然とした時にね、はい、あ、でも確かにここに十字架が立てられているっていうね、うん、それをすごく見ましたね。だから本当にこう賛美をするものとして、目に見えない神を神とするということはすごく大切にこれからね、していきたいなっていうふうに思ってはいるんですけどね。まあ最後になるんですけれども、ジョーさんにとって賛美とは、まあ、これも多分、ね、一言で言えないぐらいね、あれですけど、全てのこう委ねるっていうのは一番安全な場所に置くっていう意味が、ね、あるっていうことを学んだんだけど、うん、全てを主に委ねるっていうのが多分賛美だと思うんですよね、うん、賛美っていうのは自分の感謝を捧げるんじゃなくて、私を主のもとに預けることで、うんうん、私が賛美を通して何かを表すんじゃなくて、神様が私を
本当にあがなってくださったその私をしっかりと受け取ることだと思うんですよね、うん、だから捧げるんじゃなくて受け取るんだということを本当に大切に思って、賛美っていうのは受け取る賛美であるってね、うん、ただただあの私の中に何か喜びがあるかじゃなくて神様が賛美されるべき方であるっていうことを、もうそれ一本で素晴らしい行きたいなと思っています。はい、ぜひこれからの活動でね、その賛美の、素晴らしさ、そして本当にその、意味を伝えて、はい、いっていただきたいなと思います。はい、ぜひまた来てください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、番組を見てくださってる、皆さん本当にいつもありがとうございます。本当にたくさんの人が、この番組に出てくださって、そして本当に賛美について、その人の、価値観を教えていただいてますけれども、本当に賛美っていうのは、人を喜ばすためではなくて本当にただただ神様に向かうべきものであるっていうことをもう一度今日、教えられた気がします。続けてどうぞこの番組を、通して皆様に、賛美の素晴らしさ、そして本当に、我が魂の賛美、そういう賛美とは何かっていうことをですね、お届けできたらいいなと思っています。CGN テレビの方にこの番組に対する、ご要望ですとかリクエストをお受けしていますので、ぜひ皆様からのお便りもお待ちしております。それでは次週また我が魂の賛美、シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。